最近ロケ多いっすね。ロケ多いっすね。売れっ子になってきましたからね。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さなちゃん見てるくるぶしです。さなちゃんです。はい、ということですね。はい、ということで今日は年末年始、うん、意外と正月を満喫できなかった2人がですね初詣に初詣来ました。もう2月今日はですね、はい、これが、都内の、某、大鳥神社というところに、来まして、2人で、初詣して、ちょっとねあのおみくじなんかね引いたりして今年の運勢を占っていこうかなと思いますんで、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。それではレディーゴー。レディーゴー。じゃあ、お、来ましたね。なんか古そうな感じの鳥。うん。すごい。超ちんがいいですね。うん。あのカメラも持ってきたんでね、ちょっとフォトジェニックなところは撮っていきたいなと。行きましょう。はい、行きましょう。あ、もうもはやここが素晴らしい。素晴らしいね。ここ撮りたいね。めっちゃいいよ、ね、この大鳥神社のこれもね。わあ、素敵やん。めっちゃちゃんとしてる、うん、なんかもっとちっちゃいんかと思った。ああね、すげえでかい。割としっかり、ね、立派な黒松。黒松、おっほ。ああいいね、これもちょっと、うん、かっこいいな。黒松ってやっぱなんかそのミキのこの鱗みたいな感じが、うんうんうん、かっこいいよね。あー、いいっすね。これあの単焦点で撮りたいですね。今日キットレンズ？今日あ単焦点も持ってきます。あ、持ってる。はい。これはクスですね。クスの木保存所って書いてる。お、あ、いやめっちゃいいやん。やばない。いいね。クスノちゃん今日俺のアウターを着てます。着てます。来てます。ビームスです。日本庭園素晴らしい。あ、いいっすね。焼き蕎麦屋さんが一応かろうじてしまってる。かろうじてしまってる。あ、じゃあこれ手そうだね、これやらばね清めして。冷たいよ。また外に出ると青が目立ちますね。はい、ということで俺はいということでって全員みんな言うから言いたくないんだけど言っちゃうんだよね。はい、ということで手も洗い、無事に洗いましたね。洗いましたね。こちら本殿ですね。はい、まあ、今日来てる参拝客の中で一番髪の色がおかしいですよね絶対。そうですね。わあ、いいわ。あ、みこさんいるわ。本当だ。ってことですね。はい、本殿の前まで来ました。来ました。ここから、願いを込めてちょっと今年のお祈りと。ご縁がありますよ。うん。あ、ご縁。10円しかなかった。ちょっと行きたいと思います。はい、あ、じゃあいいですか。すいません。あ、いいっすか。はい、あ、よいしょ。なんだい。
一例二拍あ二あ本当ですか。あそれ鳴らすの忘れてた。ちなみに何をお願いしたんですか。空調のチャンネル登録者数100万人なるほど。おみくじ、はい、行きましょう。じゃあ早速今年の運勢これで決まると思うんでね、まあ、空調のチャンネル大吉しかないと思うんで、行きたいと思います。大人100円。じゃあ長者もそのまま俺も行きます。はい、大きな100円あとで一緒に。じゃあ、ね、長者も大吉しかないんで俺のカバー動画こちらにしようと思います。おーいっす。今年の運勢決まるのか、チャモられてから、はい、行かせていただきます。大吉。マジでやっぱクルチョモチャンネルはね、大吉しか出ないですからね。いやー素晴らしい。あガチの大吉や。こんないいスタートないですよ。いやほんまに、うん、やだなんか俺が落ちになるみたいな感じ、この順番は。じゃあすいません、次東です。大吉です。おおすげえ待って、これ逆にさ大吉しか入ってないじゃんそんなことないやろ。お今年クルチョモチャンネルやばいな。やばいですね。クルチョモチャンネルは見事に2人とも大吉ということで、終わりました。ありがとうございます。マジでちょっと嬉しいでちょっとあれですかね、ちょっと写真撮って行きましょうか。お散歩して、はい、帰りたいと思います。はい、今年はやったりです。チョモちゃん、チョモちゃん交通事故を気をつけて、お守り買ってきましたんで、あの移動が多いんでね。マジでクルチョモ、クルチョモよろしくということで、はい、2人で撮った写真も楽しみください。バイバイ。右地中海の音楽とか新世界動き始める、僕らの前立腺もっともっと深いところへ、もう普通には帰れない。すいません、噛みました。